仏具は仏教の儀式で使用される日用品とは異なる特殊な道具、あるいは僧侶などの聖職者が使用する装飾品のことである。宝具、宝器とも言う。仏教では本来僧侶は最低限の着物と食器である三一八以外の金品の所有を戒律で禁じられていたが、釈迦の死後百年が経過すると信者から寄付された最低限の金銭や 日用品の個人所有の許可を求める一派と、戒律を遵守する保守派に教団が分裂し、許可派では僧侶の3一1 8以外の金品の個人所有が認められるようになった。期限を過ぎて、西域や中国にも仏教が伝播するようになると、僧侶は人々の間で祈祷や葬式などの儀式を司るようになり、それに応じて儀式で使用される道具が開発された。 さらに7世紀になると、インドで広まった密教が、中国やチベットに導入され、混合書やマンダラなど、特殊な仏具が使用されるようになった。また、中国で成立した浄土信仰は仏教を爆発的に民衆の間に広め、僧侶を介しての仏への信仰から、個々の信者自身が直接仏へ信仰する形態が、一般社会に定着し、 数珠や仏画などの仏具を僧侶ではない普通の信者が家庭で使用するようになった。なお、国の伝統工芸品に指定されている軽仏具をはじめとして各地に仏壇、仏具の産地がある。なり物、内物、ありがとうございます。